一日の日本ハム戦、エスコンフィールド、で8回に救援登板しプロ初勝利を手にした DNA、中川虎弘、甲、投手は7年目。試合後の第一声は、ここまですごく長かったので実感が湧かない、だった。17年育成ドラフト1位で美ノ島、和歌山、から入団。同校はロッテ。 吉井正人監督を OB に持つなど甲子園春夏4度優勝の小房だ。だがその野球校の3年間、中川虎は、眉毛、が薄い時代を過ごした。ちょっと癖のある高校球児、記者は本人に、本当に眉毛がなかったの。と聞いたことがあるがそうですよ、という回答。当時の写真を探すと確かに、眉毛が薄い、ヤンキー。 中川虎の写真を見つけることができた。だが根が素直な球児は、同校で野球力を発揮しプロの世界に飛び込んだ。そして自身の努力で支配下登録選手となった。22年9月に、高校時代から交際していた夫人と婚姻届を提出。今や、奥様と2匹の愛犬を支える、一家の主、だ。その責任感が、 球界での対等への意欲とつながっている。初勝利当日、記者は喪失練習で汗を流す中川虎を見つけた。早出練習というと野主人の打撃練習のイメージが強いけど、投手陣も取り組んでいるんだよね、と声をかけると、そうですよ。ランニングしたり、ストレッチしたり、準備しています、と北の大地で大粒の汗を流しながら答えてくれた。そして、 今日も頑張ってという声をかけて別れると、右腕は約6時間後には、初勝利の取材を受けていた。150キロ後半の快速球とフォークが武器の24歳。目標は160キロ超えで将来の守護神も、密かに狙っています、とにやりと笑う。初勝利、おめでとう。 という連絡にもしっかり返事をくれる若き右腕の将来の躍動に記者は思いを馳せている。大きい穂高。